50人クラフト、アラサー8000、ヨシコちゃん、ミスターアラサー、いや、ミスでした。おにぎりのスキンで、泥酔すると気候に走り、暴力を振るう。毒状態、ヨシコちゃんに家族を人質に取られているネタがあり、意味不明な言動が多い。ブロクリボー、囲われそうという理由で、クリボーのスキンに強制変更。オフ会で尿を漏らすなどの問題行動を起こしている。また、母親がエホバの証人の信者であり、それなりの教育を受けている。ブロベノム、ID とスキンをドクターマリオに変更させられた。理不尽なバイク事故で、一時期参加型を休止していた。ブロバナナ、フォートナイトでバナナスキンだため、ブロバナナに改変、スキンもドンキーコングに変更させられた。かつては管理者権限を持っていたが、その頭の悪さから権限を剥奪された過去がある。ブロオツン、成績不振により参加勢の中で唯一スキンを3度も強制変更された男である。現在はタコワサ020として活動している。サキちゃん、本人は自身を7歳だと主張しているが、ただの痛いおばさんである。ツイッターの運用も、ミクシーや全略プロフなど、レトロな SNS を思わせるような運用であり、ネット越しでも加齢臭を感じられる。イニン、フォートナイトが大好きで、フォトナフォトナとうるさい。ただ新規参加勢には親切で、とりあえずイニンと仲良くなるという新規参加勢がとても多い。